老健酒気公用市民講座シリーズということで、今回からのシリーズは認知症を知ろうというテーマにお送りします。今回は第1回目、認知症を取り巻く現状の概要をお送りします。ここに出てくる資料は若干古いのですが、現状を知るにはそれほど大きく変わってませんので、こちらの資料を用いることにします。高齢者における認知症の現状、こちらが高齢者における認知症の現状を図に出したものです。65歳以上高齢者のうち、全体の約 15%、 460万人以上が認知症と言われています。これが2012年度ですので、今はもっと多いことが予想されます。 MCI、 これは軽度認知障害、いわゆる認知症の予備群にあたる人たちも 13%、約400万人以上いるということです。認知症高齢者の数と有病率です。こちらの資料は2015年のものです。こちらの資料をご覧いただきますと分かりますように、加齢に伴って認知症の出現率は高まっているのが分かると思います。また、平成29年度の高齢者白書によると、2012年は認知症患者が約460万人、先ほど申しましたように、これは高齢者人口の 15% という割合を占めています。ただし、2025年、今の段階の世代が全て後期高齢者になるという2025年問題、何度もね、こちらの市民講座でも見ましたけど、2025年には5人に1人が 20% が認知症になるという推計もあります。続きましては、認知症高齢者の居場所の内訳です。こちらは2012年の資料で、調査の段階では2010年、ちょっと今から10年前の資料ですので、それぞれちょっと人数が増えていると思われますが、一応まあ参考までにということで、つけました。居宅には140万人、特定施設、ね、出ましたね、特定施設。こちらの講座でも何回か言いましたが、介護保険法の施設サービスに当たらない高齢者施設のことを特定施設と言います。例えば、有料老人ホームですとか、サービス付き高齢者向け住宅に住んでいる方、2010年の段階で10万人、今もっと増えていると思います。で、グループホームにいる方が14万人、介護老人福祉施設、まあ、いわゆる特別養護老人ホームですね、こちらに入っている方が41万人、介護老人保健施設、こちら老健と呼ばれている施設、こちら36万人、それに一般の病院ですとか長期療養の病院を含めますと38万人、こちらの方はまあ、ね、介護保険法の施設サービスに当たるんですが、こちらに入っている方はこの赤枠に示しました。で、こちらの合計が280万人、208万人の方がこういったところに今住んでいるという図になります。認知症の有病率、これは2013年の資料になります。こちらの表を見ますと、年齢との相関関係があるということですね。年齢、加齢に従って認知症になる方が多くなる。特に70代後半、75から79歳で 13.6%、 80代後半で、85から89歳で 41.4% の方が認知症になる可能性があるという、こちらがデータになります。推定値と書いてありますね。おそらくでも、年齢とともに認知症の方は増えるということはほぼ間違いないと思われます。認知症というのは一つの認知障害の中の、まあ、総称、ね、というの症候群と考えられるんですが、いくつかのタイプに分かれます。で、そのタイプの割合を示したのがこの2013年の資料になります。この資料におきましては、アルツハイマー型認知症と呼ばれる方が約7割を占めます。次いで多いのが、血管性認知症、脳梗塞とかの由来して起こる認知症が約 20% で、それ以外に4大認知症なんですけど、レビー小体型ですとか前頭側頭型なんてあるんですが、こちらはやっぱりちょっと少ないですね。割合的には少ないんですが、この資料ではレビー小体型が全体の 4%、 前頭側頭型が 1% となっています。ということで、
認知症のタイプとしては、アルツハイマー型が7割と圧倒的に多いということが言えると思います。続きましての資料は、若年の認知症です。こちらは2009年の資料になります。若年とは何でしょうということなんですが、高齢者の定義は65歳以上の方ですので、65歳未満の方を若年と言います。で、65歳未満に発症する若年の認知症は、若年期に発症する認知症の総称となっています。で、その数、総数は現在、この2009年現在では、3万7800人。おそらく、この資料から10年増えてますので、若年型の人も多分増えてるんじゃないかと思います。ということで、この時点で、3万8000人ぐらいの方が、若年の認知症の総称、認知症にかかっているというのが、今の現状であるというのがわかると思います。で、今回の市民講座の最後に、認知症施策の概要を述べて、終わりにしたいと思います。まず1点目は、地域包括ケアシステムです。地域包括ケアシステムでは、2025年をめどに、認知症や要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを、人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム、この構築を今目指してるんだよっていうのを覚えておいてください。この講座の前のシリーズでも何度か説明したんですが、やはり地域包括ケアシステムは重要なキーワードだと思います。で、おさらいですが、この前の地域とは、自分の住まい、植木鉢なんて例えましたが、住まいから30分圏内にいろいろなものが完結できるようなシステム、これを今目指してるんだよというのを覚えておいてください。そして施策の2番目は、新オレンジプランです。こちらちょっと解説を加えます。認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らしを続けることができる社会を実現することを目的に、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて策定されました。正式には認知症施策推進総合戦略と言います。ということで、新オレンジプランも地域包括ケアシステムも、言ってることは大体一緒ですね。団塊の世代が75歳以上を迎える2025年までにいろいろやらなきゃいけないことがある。で、新オレンジプランにつきましては7本の柱があります。これを確認して、この講座を締めます。1、認知症の理解を深めるための普及啓発の推進。2、認知症の様態に応じた適時適切な医療介護等の提供。3、若年性認知症施策の強化。4、認知症の人の、介護者への支援。5、認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりの推進。6、認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及及び推進。7、認知症の人やその家族の視点の重視。この7本の柱が新オレンジプランと言われています。ということで、今回の講座では認知症を取り巻く現状とその施策等の話をさせてもらいました。次回以降はもう少しちょっと深めるところがあると思いますので、ご期待ください。はい、今回の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。